短期決戦3何度も切れてすいません。よし、高菜、もう一個入ってなかった。よし、高菜。7000含み損になっちゃった。よし、これでいいんじゃないかな。7000含み損も痛いな。7000含み損じゃないや。7000のドローダウン。ドローダウン？2名様、こんにちは。いやー、ロングで立ち向かったら、返り討ちにされましたよ。きついなー。先物は下げてるんですよね。旅攻防、ストップ高買い気配、それ以上も高いね。
東芝も買い気配か。任天堂も買い気配。昨日は暑かったですけど、今日は少し涼しいかもしれませんね。よいしょ。浮いた。日本基礎。あると思うんだけどね。さっきまで円安傾向だったのに、いきなり円高になるっていうのは、筋肉ワン。ちょっと待てよ。いやー、これは、下がんのかな。危ない。よいしょ。どうだろうな、これ。まあ、7000もマイナスになっちゃった。よいしょ。よし、上がれ。
もう一回90銭に。よし、上だ、上だ。八五。よし。下がるな。下がるな。もう嫌だな、この感じ。よいしょ、84銭か。おし、だめ。そうだな。その上げはダメな上げだな。ぴょんと。ぴょんぴょんぴょん。いや、安定して配信できるようになりましたね。よし、浮いた。浮いた。浮いた。戻るな。戻るな。それ移動平均線にくっついてんじゃないの？いけいけ。87か。90。よし、上だ、上行け。よし、抜けろ、行け。抜けてんじゃん、これ。88。ここできるでしょう。
サラちゃんさん左下の赤数字が結構大きいような。左の赤数字？あ、これね、1809円で、下4桁が1円以下なんです。0.0000 まで。0.0000。下4桁まで表示されてるんで、本当は1809円です。タラちゃんさん、コメントありがとうございます。タラちゃんさん、なるほど。はい。いや、これ、何ですか？SBI の仕様なんですよ。SBIFX の、こういう、なんていうんですか、仕様、フォーマットなんです。コメントありがとうございます。よし。とりあえず、トントンぐらい、1800円なんで、またチャンスがあったら入るでしょう。ファイルやってもいいな。ああ、ローだよね。ローだよね。ローだよね。もう一回上来ないかな。88でローする。やっとコメントいただけましたよ。まあ、タラちゃんさんが初コメントです。ありがとうございます。よいしょ、頑張っていきましょう。石川も買い気配なのか。サイバーステップ売り気配。総勢も随分下がりましたね。それ以上どこまで行くんだか、これは。また下がってきた。
延長します。84銭。日機装って言うんだ。日機装なんだろうね。経営統合に関する報道の審議。ポーランド。ファイザー。どうする、どうする。下がるか？下がるか？ 84 銭じゃ買いたくねえな。81銭がいい。ああ、上がっちゃうかな。9時です。9時です。日経平均プラスで始まってるというね。サイバープラテン。なんだ？なんだ？買いか？
8円高。なんか全面高ですね。今下がるか？いや、これはプラスだったら上がるだろう。いや、下げてきた。2円高。まあ、勘違いでもロングで入ったから持ちましょう。まあ、いいでしょう。いいじゃん、ここで白黒やってる分には。これプラスなんじゃないの、日経平均。ほら、反転してきた。6円高。それじゃ強いな。旅公募も買い気配か。これもか。ほら、上がってきた。11円だか。為替は？神谷さん儲かった。何が？何が儲かった？儲かった？いや、負けてますよ。あ、昨日は1万円勝ってます。今日は1800円マイナスです、まだ。任天堂強いな。ほら、日経平均プラスになってきた。為替遅れて円安じゃないの、これ。上がるよ。あ、上がった。上がるんだよ、これ。上がるんだよ。ほら、一気に7000までいったよ。日経平均19円高。
ダウ119ドルだっけ？ダウ118ドルも下げてるのに、日経平均プラスっていうね、プラス22円。すごい。28円高。まだこれ円安になるでしょう。31円高、日経平均。こんなもんかな。ほら、上がってく。上がってく。突き抜けろ。ほら、突き抜けろ。いけー。おし。90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 。
90いけば93でしょ。93で切ります。行かないか。あ、すいません。席外してました。あ、下がる？どうしようかな。89か。切ります。
とりあえず1800円ガチ。まあね。日経平均どうだった？32円高。12分しか経ってないですからね。あ、ユーザーローから上がってる。あ、それじゃあ、さらに上がってる。あ。ニート3株も為替もハイローもやるの。短期決戦3全部やるよ。いや、すいません。全部やりますよ。いや、全部やるって言ったって、資金限られてますからね。なんすか？やりたいようにやってるだけです。やりたいものをやりたいようにやっているというね。ああ、下がったじゃん。ニュートさん、忙しいですね。忙しい。まあね。いや、飽きないでしょ、見てる方は。同じ画面ずっと見ててもつまんないと思ったんですよね、動画。いろんな人の動画見て思ったんですけど。1画面でそのままやってるとつまんないなと思って、じゃあ全部入れちゃいましょうっていう。いや、あれですよ、FX とハイローは、なんていうんですか、相性がいいっていうか、同じポイントなんですよね、入るポイントが。だから、まあ、FX の方は1回クリックするだけでいいんです。ハイローの方は何回か入れるチャンスがあるんですけど、まあ、とりあえず、ピークのとこで、FX の場合はショートで入る。ピークのとこで、タイミングを見計らって、ハイローの方は、ローで入るっていう。で、ローで入るのが何回かできるんですよね。で、FX の方は放っておいてもいいから、まあ、ハイローは、見てないといけないですからね。
だから、なんていうんですかね、いろいろやってるけども、結局は、なんていうんですか、追いかけてる数字は一つかなとか思ってるんですけどね。まあこれ、いろんな通貨やるとよくわかんなくなってくるんですけど、ドル円だけでやってますから、まあ、そこら辺もあれなんですね。楽なところ。わかりやすいところ。そんな感じです。いやー、動かないね。株はね、あ、そう、株はね、やってないのが、やってないんですけど、見てはいます。いや、株もやろうと思えばやれるんですけど、まあ、ピートさん専業トレーダー。専業トレーダー。いや、確かに専業トレーダーですけど、なんていうんですかね。アーリーリタイア、うん？リタイア組です。まあ専業ですけどね。昔はいっぱいお金あったんですけど、今ないです。あれね、ブリグジットでやられましたね。ブリグジットで一気にやられました。でも、それだけじゃないんですけどね。毎日5万負けてた時がありましたからね。まあ、いいんじゃないですか。それがあって今がありますから。あ、90銭になってる、いつの間にか。ピートさん、今は月トータルプラスになってるの。いやー、月ね、プラス3万とかね、マイナス3万とかですよ。本当にね、途中いろいろあってね、増えないんですよね、今ね。ほとんど変動しません。増やしたいんですけどね、なんとも手法的にそんなに増える手法でもなくて、まあ、プラスの月もありますけど、まあ、まだ4月ですか。いや、年前半っていうのはあんまり、稼げる月じゃないんで、様子見ながらやってたんですけど、まあ、あれですよ。だん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 、なんで後半に入ってくると、マイケルさん、部屋とワイシャツと私をもじったんですか？わら。だんだんエスカレートしてきますからね。そうです。そうですって。いや、なんかね、そう、部屋とワイシャツと私。なんかね、魅力的なタイトルつけるとね、寄ってきてくれるっていうのはね、あってね。それで、タイトルも魅力的にしようと思ったんですけど、まあ、分かってる人が来ると。結構ね、反応してくれる人がいるんで嬉しいですよ。まあ、始めたばっかですけど、ふわっちは始めたばっかしです。昨日配信始めたばっかしです。いや、YouTube の方は、何回かじゃなくて、YouTube の方は随分、アップロードしてきたんですけど、まあ、成果が出なかったっていうところがあるんですけどね。まあ、成果が出なくても、まあ、YouTube の方は続けマイるっケルて。さん愛するお金のため。愛するお金のため。まあね。いや、お金ないと生きていけないですからね。やっぱね、稼がないといけないんですよ。
ほら、912だって。いや、YouTube 動画見るとですね、稼いでる人たちがいるんですよ。まあ、目標となるというか、まあ、スタイルが違うんで、完全な目標ってわけじゃないんですけど、YouTube の、動画を見ると、やっぱすごい人たちがいるなと思ってね。やっぱ、ほら、勉強してきたじゃないですか、投資の勉強。たら、まあ、なんですか。それを、お金を増やすために使いたいっていう感じですね、今は。まあ、それでお金が増えるんだったらいいかなって感じ。でも、いや、本当に退場寸前まで来ましたからね。まあ、今もあんまり変わんないんですけど。退場するかっていうか、本当に、悲惨なとこまで来ましたからね。まあ、それがあって今があるんですよって感じ。ビートさん入ろうってすぐ金なくなりそうだけど、勝てるんですか？ハイローはね、何ですか、フルフリさんとか、いろんな人がハイローでやってるんですけど、みんな最後20万かけて、全財産なくすんですよ。ハイローってハイリスクなんですよ。いや、それはそうですよ。FX で負けるときありますよね。FX で5万とか6万とか、あ、まあ5万、6万じゃ分かんないな。一番分かりやすいのは70ピップス負けとか、そういう、大負けするときがあるんですよ。大負けするときに、ハイローで何度、かけても15連敗とか、20連敗とかして、負け続ける時があるんですよ。FX で7万負けて、ハイローで15連敗とか。そうなるとね、なんですかね、最後はね、全財産かけて取り返したくなるんですよね。いや、だから、今、ハイローは、私は1万円から、100万円にしようとしてます。1万円を100万円にしようとしてます。いや、でもこれも入金投資法ですから、とりあえず1万円入れとけば1万円しか失わないっていうのがね。XXX3 のおがきはいいですけど、本当に廃浪するんですね。脳書きはいい。本当に廃浪するんですねって。廃浪するけども、あれですよ。入るタイミングがほとんどないですよ。いや、調子に乗ってきたらやりますけど。いや、動画き、一日のやつとかもやりますし、1000円でやってる分には、あれですけどね。いや、やるのは簡単ですよ。でもそんなにあれですよ。なんですか？過激なことはしないと思うんですけどね。今日経平均いくらですかね？54円高。いやー、どうしよう。いや、喋ってるのが面白くて、脳が垂れてました。XXX さん頑張ってくだはい、あさい。りがとうございます。コチさん18,471。何が？未経験？ああ、ありがとう。これは、ショートでしょ。
廃炉も、上がっちゃうかな。完全にダメパターンです。これはダメでしょう。いやあ、これ。109円一丁パターン？また上がるよ。いやー、どうだろうな、これは。がるし。ああ。なんだその動きは。なんだその動きは。もう2000もなくなっちゃった。神谷さん、エリオから。また負けだよ、これ。109円いっちゃうんだ。エリオから、ありがとうございます。
これ109円いっちゃうパターンでしょ。いやー、こりゃやられたわ。ああ。よし、行け。行けないとか。よし、行けよ。戻らないで。よし。おい、怖いことしないでくれ。横横で。よし。危ないよ。向かう。すいません、ちょっとトイレ。
はい、すいません、戻ってきました。よいしょ。何分やってる？ 63 分。うまく配信できてるかどうか、後にならないとわからないというね。まあ、これ一応、画面がちゃんと表示されてるんで、配信できてるんでしょう。もう一回ローだな。怖っ。おい。おい。おし。取った。危ねえよ。これ一日取引をローにしときますかね。1日取引ローにしました。1000円分。よし。世界の水沢さんフォローしました。ありがとうございます。世界の水沢さん。フォローしてくれるのが一番ありがたいです。本当。ほら、下がれ。もう一回、70点まで行ってくんないかな。とりあえず90銭が鬼門ですね。おい、なんだその上げ。これは完璧にローでしょう。おい。何それ？
ダメだそりゃ。トリアンパパイヤさん飛びます。なんだそれ。飛びます。奴隷が飛びます。いやー、今の。2ケーキいくら？ 27 円安じゃないか。うわ、すごいな、それじゃ。なんだ、それじゃ。すげえな。いやー、下がってくれないかな。スタートトゥデイ。アマゾンペイ導入。そんだけで上がるかね。シンクレア。あ、メドレック下げちゃった。下がんねえな。32経験33円高。わかんないな、どうなるのか。方向感がないわ。タラちゃんさん、三角持ち合い上か下に飛ぶの待ち。なるほど。その三角持ち合いの先には何があるのか。
こうチャートの形的には。さらちゃんさん材料もないし、下手した今日は1日中動かない。ああ。1日じゃなくて、1日中ね。日経平均コア高で始まる。前日の米国株式市場は大幅安で、世界経済の先行きへの懸念が強まっており、方向感の定まらない展開になっている。その通りだよ。その通りなんだけど、なんで円安に反応してんのかよくわかんねえな。貿易収支黒字6147億円の黒字。神谷さんボラが足りない。ボロが足りない。木曜日。いや、そんなこと言ったら金曜日もっとボラが足りないんじゃないですか。ボラが少なくなっちゃうじゃないですかね。いや、金曜日、フランス大統領選が、を見越して、売るか。まだ上がんのこれ。待って。待って、おいしょ。上がっちゃうんですか。上がっちゃうんですか。98銭。いやー、届かないな、それ。ああ、そりゃないよな。もう一回分かってみ。そりゃないよな。
ごい、いった。上飛んだよ。やられた。ボラが出てきたんじゃないですかね、これね。これ8000とか9000まで行くんじゃないですかね。いやー、やられた。なんだそれ。いやー、下がるよ。下がるよ。なんだよそれ。日経平均大して上げてないし、48円高。東芝8円高。旅工房ストップ高。やっちゃったな。これ負けると大変だぜ。これ負けると大変だぜ。危ねああ、負けちゃったよ。下がんじゃんかよ。下がんじゃんかよ。灰色は芳しくありませんね。
ロシア爆撃機、再びアラスカ沖に飛来。米軍機が緊急発進。何やってるんでしょうね。イランとの核合意は失敗って。下がんないし。スタートトゥデイ下げてんじゃん。41円高。いや、今日、好動きなのか。好動きか。あ、オロが上がってる。オロが上がってる。ライフネット。オーラーボルト。システム情報な。わらべや日曜じゃない。わらべや。はーし。92銭。さっき跳ね返されたからね、90銭で。90銭だったっけ？下がれ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 。
探れ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 。いやー、なんだろうな。後半動き出すんじゃないの？後半、5番。前半、これで終わりか？ でも、為替が徐々に下げて、円高になってることは間違いないね、これね。109円つけて安心したんですよね。109円でみんな利確しちゃったんでしょうね。ほら、抜けろ。そこを抜けるんだ。90銭勝てな。なんだ？配信してるの忘れそうになりますよ。米抜き TPP 推進、5月会合で議論。よし、いけるんじゃないの？行ってみー。東芝10円高とか言って。よくやるよね、東芝もね。それ以上、600円なのに94円も上げてるっていう、おかしいでしょ。あ、任天堂下げてきたね。いやー、なんだろうな、この展開は。
かしつまんねえ蕎麦だな。なんもやることがないわ。じゃあね。給食費120万、休憩中に盗難。なんだって？90銭が硬えな。そんなのところに抵抗線はないっていう。じゃあ。スタートトゥデイが下げていく。なんかあれだな。ニュースで取り上げると下げていくというね。高いんだろう。あ、ユーザーローカルがいい感じ。9000円台回復。日経平均39円高。あれ、自動延長の切符がなくなっちゃった。自動延長って延長する場合はどうすればいいんでしょうかね。よ し、90銭終わったじゃん。これはいいんじゃないの。日経平均35円安、5円高。戻るな。よいしょ。東芝、ソレイジア、下がれ下がれ下がれ、ほら日経平均も垂れてきたよ。
ってるのが不思議だっていう。なんで上がってるんだっていうんだ。ダウが118ドルも下げてるのに、なんで日経平均上げるんだっていうんだよ。売店してください。売店、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 売店。売店の歌を歌い出すよ。ああ、じゃあ、こういう旅工房とか、買える人がすごいよな。買えるわけねえじゃんか、こんなの。メドレックは終わりだね。よく頑張った。ほら、28円だか。売店、売店、売店。ほら、それ以上も下げてきたぞ。今日は売りか？売店、売店、売店。よいしょ。どうなる？これ。全場上げてて5場下げる。うん？最近そんなあったかな？止まっちゃったぞ。27円だか。よし、頑張れ。ほら、売り方頑張れ。あ、サイバーステップ上行く。サイバーステップ。おい、日経平均戻すなよ。ん？ 90 銭か？31円高になっちゃった。いや、何度も言うけど、日経平均がプラスなのが信じられん。何が起きているんだ。オービスが盛り返してるというね。本当かよ、こんなの。夢展望。懐かしいね。カーディナル。カーディナルストップ高か。
フーハーさんはコカナダ円 80.866S 中の私が来ました。カナダ円？フーハーさん、こんにちは。カナダ円80.866？フーハーさん、ノコンヌズはこんにちは。カナダ円って何？カナダ円。カナダ円って何だったっけね。声出てなかったですね。すいません。こんにちは。カナダ円は CAD ですね。プーハーさん、こんにちは。FBIFX にはカナダ円がありません。マイクいつからオフだったんだろう。すいませんね。自動延長もうできないんだけど。フーハーさん、綺麗な加工トレンドのカナダ円ですよ。キャド、現場中にはありますよ。なんて？マネパ？マネパにはありますか？ありがとう、情報ありがとうございます。ああ、カナダ円ね。もう一回上でしょ、これ。ドル円。
わ、なんだ。30秒だったら勝ってたな。もっと頑張れ。頑張るんだよ。頑張るんだよ。横横、そこで横横。オッケー。完璧ですね。完璧でした。どうしようかな。じゃあね、109円5銭。差しね。カナダ円か。なかなか、あれですね、通な通貨ですね。残りアップしかないわ。これどうやって延長するんだろうな。まあ一回切りますか。はあ、なかなか。下がるか？
残り5分です。37名様ありがとうございました。いやー、これはショートしといた方がいい、良さそうだな。どうしたいんだろうな、これは。よいしょ。それじゃ限界か。よいしょ。なかなか下がりません。下がりません。いやー 91銭とか言ってるし、もう一回上行きそうな気配もあるけども。どうしたいんだ。また上か。あぶねえ。どうするか。ダメだこれ。無限にやられるパターン。上がれ、上がれ。上がれ。それ。500円か。
ほら、日経平均上げてるし、54円だから、今日の、まだか、今日の高値まではまだ行ってない。いやあ、34名様ありがとうございました。また会いましょう。10秒。お疲れ様です。